紹介していきたいと思います。ではエリちゃんメール読んでください。 OK、 三代目 JSOULBROTHERS の皆さんこんばんは。8月におばあちゃんになる予定です。うん、姉夫婦にようやく授かった赤ちゃんなので私も自分のことのように嬉しく思っています。うん、そこでお願いがあります。初めてのお産で、うん、不安がっている姉にぜひ安産祈願メッセージを送ってあげてください。あ、なるほど。タモリさんみたいに本格的な安産祈願じゃなくてもいいのでぜひこのタイミングで当選させてください。よろしくお願いします。姉には内緒で送ります。だって、あ、そうなんだ。これサプライズで、サプライズで今送ってきてくれてるわけ。はい、そうですね。マニーさん、お姉さんの安産祈願ということですね。はい、横浜市のマニーさんでした。マニーさんありがとうございます。マニー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 パンパンパン、やばいっすね。やばいね。ちょっと早速これちょっと電話してみますか。行きましょうか。ただいま呼び出しております。来た来た来た。 お僕たちの着信音じゃないですか。これ録音されてます。嬉しい。僕らの着信音だ。もしもし、もしもし、マニさんでしょうか。はい、そうです。マニさん、キーポンドリーミングでーす。キーポンドリーミングでーす。3代目 JSOULBROTHERS のパフォーマー岩田孝則とパフォーマーのエリーでーす。あ、ガンちゃんとエリーさんですね。あ、そうです。はい、今歩いてますね。姉の家に向かってて、ってますね、今向かってるんですね。そうなんです。すぐ着くんですけど。あ、ね、全然ね。あ、じゃあ待ってます。まあゆっくり話でもしながらお姉さんのところに向かってください。はい、すいません。いやでもメール見させていただいたんですけども。はい。はい、ありがとうございます。はい、いや優しいですね。本当に安産祈願メッセージをお姉ちゃんにということで。はい。お姉さんちなみにおいくつなんですか。今38ですね。ああ、そうなんですね。はい。いや、もう、あれですね、年齢的には、高齢出産になるんですかね。なんだ今、高齢じゃないみたいですね。あ、そうなんですか。普通なんだろうね、はい、きっとね、今は。あ、今着きました。あ、今着きました。はい。これサプライズなんですよね。あ、そうですね。そうだね。やばいやばいやばい。あれ、ちなみに、お姉さんは、三代目のことは知ってますか。あ、本当ですか。あ、よかった。嬉しいです。本当、どこぞの若造がいきなり安産祈願したいですとか言って電話かけてきてるみたいに なりそうだったんで。ね。はい、それだけすごい心配でした。大丈夫です。はい、ああ、よかったです。はい。この前一緒にエグザイルのライブ行って。はい、ああ、そうなんですね。はい。ああ、ありがとうございます。はい。あれ、もう変わります。あれですか、隣に。もうついた感じ。はい。お姉さんいらっしゃいますか。はい。お姉さんと一緒だ。はい。お姉さんの名前は、ちなみに。ゆきですね。ゆきさん。ゆきさん。はい。はい。じゃあ変わりますね。はい。じゃあ、ゆきさんに、ゆき姉さんに変わってください。はい。もしもし。もしもし、ゆきさんですか。そうなんです。ゆきさん。はい。赤ちゃんおめでとうございます。おめでとうございます。三代目 JSOULBROTHERS のパフォーマーのエリです。岩田孝則です。びっくりだ。本当に、本当にサプライズで。ね、はい、誰と喋ってんだろうと思ってた。あ、本当ですか。いや、JSOULBROTHERS と喋ってました。ね、横で手が触れてる。こう、マニーさんがサプライズで、こう、メールをくれたんですよ。安産祈願を、はい、ぜひ。ということで、はい、もうお姉ちゃん思いのね、はい、僕たちも嬉しいですよ。逆にこんな初めてですから ね人生初の経験ですよ、ね、この間ライブで見たんですよ。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。初めて行きました。あ、そうなんです か, ですか。連れてってもらって、ぜひファンになりました。ありがとうございます。ぜひ来年僕たち単独ツアーも、はい、1月からやらせていただきますので、ぜひ、はい、皆さんで遊びに来ていただきたいんですけども、はい、はいはい。ぜひ。そんな、ゆきさんに、エリーから、愛の安産祈願を、はい、送ります、はい。はい、お願いします。ゆきさん。はい。僕たちも初めての安産祈願なのですが、ちょっと気合を入れて、はい、ゆきさんに、安産祈願のこの思いを伝えたいと思います。うん、ゆきさん、安産ありがとうございます。いやー、今相当聞きましたからね、ちなみに。すごい思いを。必ず、いやー、安産できます、これで。今のパワー半端ないんで。今、すごい考えたし、もうすごい思いを乗せて言いましたからね。すごいよね。ストレートだったね。もうね、タモさん風ってね、しかもね。タモさん風でした。タモさん風でした。はい。はい、でも本当に、ちょっとこれ、自分たちも初めてなんですけども、うん、こう、元気に生まれてきて、こう、それで、そうですね、はい、子供が生まれてきて。ね、あ、ちなみに、赤ちゃんのお名前とか、ね、考えてたりしますか、もう。さあ、まだ考えてない。旦那さんが一生懸命考えてますけど。あ、本当ですか。そうなんですね。はい。じゃあ、
エリーでお願いします。もう女子女の子でもいけますね。エリーはどっちでもいけるね。どっちでもいけますから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そんな権利はねえ。そんな権利はない。そんな権利は俺らにはない。でもありがとうございます。ありがとうございます、ゆきさん。こちらこそありがとうございます。あのマニーさんに一度代わっていただけますか。はい、ありがとうございます。ね、もしもし、変わりました。あ、もしもし。もしもし。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。素敵なお姉さんですね。あ、そうですか。はい。いや、もう優しくて、ね。ライブもなんか来ていただけるみたいな感じで、おっしゃってくださったんで。うん、はい。ぜひ、姉妹でというか、ご家族で。ぜひ。はい。私4姉妹なんですよ。あ、そうなんですか。じゃあ、もうぜひ。4姉妹で。ぜひ。いらしてください。はい、2月に行かせていただきますので。はい。ありがとうございます。